ルイジアナ州ニューオーリンズのガターパンク集団ガターパンクとはパンクサブカルチャーを取り入れた様々な物理的特徴を表現することが常にではないが多いホームレスもしくは一時的に言ってる人物であるドレッドロックスや花はヒカン狩り入れ墨をした顔が特徴とされる時折、ウーグルトラベラーキッズホーボ々と呼ばれることもある一部の自称型パンクは クラスティーズやバイスバーサと区別されるとしている。最も重要とされる側面が短時間貨物列車に乗ることだがヒッチハイクで旅行することもある。多くはアメリカ合衆国に何千もある都市をいくつか旅行したりするがしばしば主要都市に集まっている。一部はシースクワットのような廃見築物に居座っている。旅行の時、 ボックスカーに閉じ込められてしまうリスクが伴うとされ、特に危険な積み荷がある場合しばしば発生しており、積み荷を移すために、相型張りのボックスカーが突然停止した時に4人のガターパンクが死亡する事故も起きている。また、行き先など自分たちを他人にアピールするために乗っている、車に落書きすることも多く、日付とイニシャルに、 NBD やイブド、もしくは線路を横切ることを示す二重線を書くことが多い。多くの場合、自発的に仕事を辞めていて、物ごを行っており小銭の施しを求めるアピールをする人もいる。メーン州ではブルーベリー、ミネソタ州では砂糖を集めるなど、農作物を売ることでお金を稼ぐ人も多い。さらに臨時的な仕事をするガターパンクもいる。 生鮮食品ではないスパム、豆類、ラーメン、シェフボヤーディがよく食べられるとされるが、フードスタンプを集めることもある。文前バーナーとフライパンを持って旅行しているという、あるガターパンクは、友人と共に、追日中橋の下でステーキを焼いて、ワインを飲むなど派手なことをするためにフードスタンプを使うという。旅行時には、安全を期したり人と交流するため犬を連れる。 ガターパンクも多いが、犬を列車に乗せるのに苦労している。薬物やアルコールの問題を抱えるガターパンクもいて、薬物依存症、アルコール依存症のみならず、ヘロインやクラックコカインといったハードドラッグに依存する人もいる。物乞いをしているとある、ガターパンクはもし稼いだ金を最初にビールに使わなければ、20ドルでコンサートチケットを買うことを計画していると話した。とりわけ、 カリフォルニア州サンフランシスコのヘイトアシュベリー地区、バークレー、オレゴン州ポートランド、ルイジアナ州ニューオーリンズ、ニューヨーク市、イーストビレッジ、ウィリアムズバーグにガターパンクが集結するとされる。ありがとうございます。